私が勝ったので、12人の大会きっちり私は締めたいと思います。皆さん、みんな、頑張って、頑張って、頑張って、ラスト英語。おめでとう。ありがとう。ラスト英語。ドラゴン本当にありがとう。
ました。まあ防衛しました。まず防衛しました。ちょっと今本当に、なんでこうなっただろうとか、ありますけど、今日は3回目の防衛成功した。でも悔しい。最後ムカつくのか悔しいのか悲しいのか、なんかちょっと分かんなくて複雑で、3回の防衛良かったです。はい、チームワークが割れるような何かきっかけみたいなのがあったの？いや知らないですよ、分かんないですよ、そんなの。なんか試合終わってこっちも山下との戦いめちゃめちゃ楽しかったし、こっちも完全お互いもう消耗戦だったんで、本当にそんなところでね、出てきてあれこれ言われたって分かんないですよ、こっちは。でもね、敵、これからは敵だって言うんだったらいいじゃないですか。いいですよ、やってやりますよ、誰でも。3人まとめてこようが、あんな奴らに負ける気しないんで。はい、アスカ選手はベルトへの挑戦を表明しました。いいですよ、やってやりますよ、断る理由もないですし、同じのことやられて。今後ラス英語を組んでいろいろやりたいことやること考えてましたけど、戦いの場なんでやるっつんだったらやりますよ、とことんやってやります。言ったことを後悔しないように気をつけた方がいいと思います。